このやり方取り入れましょう。はいどうも、弱小セドラーのタタです。今日はですね、絶対負けない、廃盤セドリの稼ぎ方ということでお話ししていこうと思います。僕はですね、ゲームが大好きでゲームを自由にやりたいがためにセドリ専業になったような人間なんですけど、皆さんこの廃盤セドリ、取り入れてセドリやってますか？またね、これから始めるとかちょっと始めたばっかりっていう方は、なんか廃盤っていう風な、言葉を聞いたら、まあ、そういう商品って結構熱いんだろうなみたいな、なんか廃盤は熱いって結構聞くなみたいな、それくらいの認識だと思います。僕もですね、セドリ始めたての頃はなんか廃盤っていう言葉を聞いたら、あ、なんか熱そうだなみたいな、ふわっとした感じなんですね。それで具体的にどうやって稼ぐのか、どういうリサーチで稼いでいくのかっていうのをね、自分はね全然戦略は立てられなかったんですよ。なので、しっかりとね、僕もね、セドリやってきて、ある程度ね、廃盤セドリ、結構ね、自分のスタイルに取り入れて、セドリやってきましたので、今回この動画をね、見ていただいて、この廃盤セドリで稼ぐ方法っていうのをね、しっかり皆さんね、学んでいっていただけたらなと思います。ただですね、難易度としては、少しばかり上がります。はい。なので、できるだけですね、この廃盤セドリについて噛み砕いて、しっかりお伝えしていこうと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。というわけで、実際お話ししていこうと思うんですけども、今回お話しする内容は、この3つになります。まず1つ目、廃盤セドリとは、2つ目、廃盤商品の見つけ方2選。で、3つ目が狙うべき商品ということでお話ししていこうと思います。まずですね、廃盤セドリとはっていうところなんですけど、なんか廃盤ってそもそも何なのかっていう、ところをね、さらっとお話ししていこうと思います。それはですね、これですね、廃盤セドリっていうのは生産終了した商品を、狙うことです。この生産終了した商品っていうのがかなり激アツなポイントになってきます。例えば、まあ、世界でね、有名なモナリザっていう絵画があるじゃないですか。あのモナリザってダヴィンチが描いた絵なんですけど、今ね、すごい高値で取引されてるわけじゃないですか。もうモナリザに至ってもうなんかお金では、もう買えないみたいな、それくらいね、価値があるものに、なってるわけなんですけども、なぜダヴィンチが描いた絵ってあんなにね、価値があるものになっているのかっていうと、要するにもうダヴィンチって存在しないんですね。遠い昔に、もう死んじゃって、ダヴィンチの絵画っていうのが今後一生出てこないので、ダヴィンチが絵画っていうのはすごく高値で、価値があるものになってるんですよ。もし仮にもうダヴィンチがね、まだ生きてるみたいな、なんか300歳みたいな感じで、まだダヴィンチが生きてるみたいな感じで、今もね、現役で絵をバリバリ描いているみたいなね、そういう状況だったら多分ね、モナリザとかもあそこまでね、価値上がってないと思います。これどういうことかっていうと、要するに需要と供給の関係なんですね。例えばダヴィンチがまだまだ絵を描くってなったら、供給っていうのは常にあるわけですよ。ダヴィンチの絵の供給が。常にあるので、そこまで価値としては高まりにくい。でも、ダヴィンチは亡くなってしまって、もう死んじゃったから、供給されないんですね。なので、供給されなくて需要はもうかなりあるので、価値がかなり上がる。これが廃盤セドリでも全く同じことが言えるんですよ。要するに生産した商品っていうのは、ここの、ね、供給っていうのはもうないんですよ。はい、メーカーからの供給がないので、あとは需要がある限りもうプレミアに爆上がりになって、もうかなりの利益が見込めてくるみたいな、そういった状況を作り出すというか、そういった状況になるっていうことがかなり多くあるわけなんですね。だからメーカーからの供給がない、要するにこの生産終了した商品っていうのがかなり激アツだっていうところになってくるわけですね。だからそれを狙うようなセドリのやり方っていうのが廃盤セドリっていうところになってきます。でこれが廃盤セドリの、噛み砕いた内容ですね。なぜ熱いのかというところですね。で次なんですけど、そんなね、廃盤商品が激アツだっていうところなんですけど、そんな廃盤商品の見つけ方っていうところをね、お伝えしていこうと思います。まあ、リサーチの部分ですね。はい。それがですね、2つほどありまして、まず1つ目。1つ目はこれです。家電量販店での表記。これは結構ね、有名な話なんですけど、例えば、ヤマダ電機の廃盤の E。ヤマダ電機のポップの右上にね、E って書かれてたら、その商品はもう生産が終了しているっていう、形になるので、上司のところだと在庫限りとか、あと、なんかヨドバシカメラの通販サイトとかだと、なんか販売終了しましたとか、いう風な表記があったら基本的に廃盤かなみたいな感じで、この家電量販店によるこの表記っていうところで、この廃盤かどうかっていうのを見分けることができます。で、二つ目が、これシリーズの終了ということで、これどういうことかっていうと、例えばシンカリオン、はい、シンカリオンっていうおもちゃがあるんですけど、そのおもちゃの題材となったものってアニメなんですよ、はい、で、そのアニメが、シリーズが終了しました、最終回迎えましたってなったら、そのアニメに関わるおもちゃも、同じく廃盤になるっていう傾向があります。
これ全てが全て廃盤になるっていうふうなわけではないんですけども、一つの目安としてアニメが終了しました、漫画が終了しました、映画公開終了しましたっていうようなタイミングで、それに関する類似商品では廃盤になるっていうことが結構あるんですね。その商品の別のなんかメディアのところの動向っていうのもしっかりチェックしておくことで、その商品が廃盤なのかっていうところの見分けもできるようになってきます。これが廃盤商品の見つけ方2選っていうところになります。ちょっとまとめておくと、まず一つ目が家電量販店での表記、上新であったら在庫限りとか、ヤマダ電機だったら廃盤のいいとか、まあいろいろありますけども、そういった表記でその商品が廃盤かどうかっていうのをチェックすることができます。で、二つ目が、シリーズの終了ということで、まあおもちゃで言ったらその題材となったらアニメの、放映が終了しましたっていう風になったら、その、おもちゃも、廃盤になるみたいな、そういった傾向も、ありますので、しっかりと他の、メディア媒体の、動向っていうのもしっかりチェックするようにしましょう。で、ここまでが、廃盤商品の見つけ方っていうところになります。要するにまあリサーチの部分ですね。じゃあリサーチの方法分かりましたってなったら、いよいよ次がね、一番重要なところなんですけど、狙うべき商品ですね。はい、要するに廃盤になったら全部激アツになるかっていうと、そうじゃないんですよ。全然価格が高騰しないような商品もあるし、むしろ値段が下がっていくような商品もあります。で、中にはこれめちゃくちゃプレミアになって、激アツな状態になるっていうものもあるわけなんですね。まあそういったね、いろいろなね、廃盤商品の中でしっかりとプレミアになる商品っていうのを狙っていかないといけないわけなんですけど、その狙うべき商品っていうのがこれです。替えが効かない商品ということで、ここがね、根本的な違いになります。例えば、よくあるのが、なんか扇風機とか、例えばパナソニックの扇風機とかって、なんか毎年毎年販売されてるんですよ。なんか新しいモデルチェンジみたいな形で、もうほとんど機能は変わらないんですけども、なんかメーカー側がちょっと型番変えて、なんか新発売みたいな感じで売り出してくるみたいなことをやってるわけなんですけど、そういった商品ってやっぱりプレミアにはなりにくいんですよ。なぜかっていうと、例えば現行のモデルが廃盤になりました。で、翌年新しいシリーズが出ました。新しくモデルチェンジした商品が出ましたってなったら、別にですね、この旧型を買うメリットっていうのが特にないんですよ。だから廃盤になっても、別に普通にお客さん、普通の購入者はこっちのモデルチェンジした新しい方を買っていくので、なかなかこの旧型っていうのはプレミアにならないわけなんですね。じゃあ逆に例えばおもちゃ。とかで、先ほど挙げたシンカリオンっていうおもちゃがあるんですけども、そういった商品だと、そのシンカリオンが欲しい、シンカリオンのこのおもちゃが欲しいっていう、そういう需要がありますので、それを買うしかないんですよ。それが廃盤になって、もし全然違う新しいおもちゃが出たとしても、別にそっちはいらないんですよ。こっちの廃盤になったこのシンカリオンのこのおもちゃが欲しいっていう、需要がありますので、お客さんは普通にこっちの旧型を買っていると。もうメーカーの生産は終了しているので、どん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 在庫がなくなって、その市場在庫の減りとともに、価格っていうのが高騰していくみたいな、そういった仕組みになっているわけなんですね。だから本当狙うべき商品っていうのは、ほとんどここの替えが効くのか効かないのかっていうのを、しっかり考えて、この商品がプレミアになるかなっていう、ところを予測して、動いていただけたらなと思います。本当ですね、この動画見終わった後に、なんか Amazon とか開いて、買いが効かないような商品ってどんな商品かなって、しっかり考えてみて、リサーチしていただけたらなと思います。例えば、おもちゃとか、買いが効かなさそうですよね。逆に、家電とかは結構買いが効きそうです。はい。っていうような感じで、買いが効かない商品ってどんな商品かなっていうふうに、しっかり考えながら、リサーチしていくと、かなりプレミア商品、廃盤になってプレミアになってくるような商品っていうのが、見つかってくるかなと思います。というわけで、今回ですね、廃盤せどりで、稼ぐ方法ということでお話ししてきました。やっぱりですね、せどりっていうのは今回ね、廃盤せどりのことをお伝えしたんですけど、しっかり考えて動いていくっていうことを、やっていかないとなかなか稼げてこないんですよ。だから今回最後にもお伝えした通り、なんか替えが効かない商品ってどんな商品かなってここで一回考えてみる。ここの考えるっていう行為ができたら、相当な数のライバルせどらーっていうのを出し抜けています。ほとんどのセドラーさんっていうのは、やっぱ考えずにとりあえずワゴンだけ見るとかっていうことをやっているので、そこにですね、試行するっていうワンクッションを挟むことで、相当ですね、稼ぎやすく、なってくるので、しかもそこに対してですね、まあ、これ見てくださってる方はほとんどの方はですね、なんか副業でやられてると思うんですけど、何かその考えることに対して、例えばなんか会社で言うところの納期であったりとか、この日までに絶対に提出しろとか上司に言われたりとか、取引先から電話かかってきたりとか、そういったことは全くないんですね。だからあくまで自分のペースで、ちょっと考えてみて、とりあえずやってみたりとか。もう会社だとあれじゃないですか、とりあえずやってみる精神って、あんま重宝されないんですよ。なんかやって間違ったら結構怒られるし、取引先だから電話かかってくるしみたいな。
でこんな感じがいいんじゃないのっていうふうに提案しても、やっぱ部下というかね、若い段階だとなかなかね上司に意見を取り入れてもらえないとかね、そういったことも結構ありますので、でも背取りで、こと背取りにおいてはそんなね上司とかそういったものも全くいませんので、もう自分のペースでこういうふうに考えてとりあえずやってみようかなみたいな、ここが柔軟に対応できるわけなんですね。ここが背取りのね一番面白いところだと僕個人的には思ってます。だからもう本当ね、サラリーマンみたいな感じで言われたことをひたすらやるみたいな、そんな感じでやらずに、しっかり考えてみて、考えながら動いて、ダメだったらじゃあどこがダメなのかな、うーんっていう風に自分でちょっと考えてみるみたいな、感じでやっていただくと絶対稼げてくるように、なってきますので、そこまでやるねセドラさんあんまりいないので、はい、だからしっかりね考えて行動するっていうことをやっていただけたらなと思います。というわけで、こんな感じでですね、これからも、セドリや転売に関する情報を、僕がですね、知り得た知識であったりとか、今までの経験とか、僕もともとサラリーマンでね、副業で、セドリやってたわけなんですけども、そこから独立するにあたってね、どういう行動をしたとか、そういったところをね、詳しくね、お伝えしていこうと思いますので、ぜひですね、もっと、セドリについて深く知りたいっていうような方は、チャンネル登録ポチッとよろしくお願いします。それからですね、何かセドリについて何か悩んでることとか、相談したいこととか、ありましたらですね、概要欄に貼ってあります LINE アットから、ぜひぜひメッセージの方お待ちしております。しっかり相談乗らせていただいて、しっかりねその悩み解決したいなっていうふうに思いますので、ぜひメッセージの方お待ちしております。それではご視聴ありがとうございました。それではさよなら。